どうもこんばんは、中野敦です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロト7の結果を今から確認したいと思います。それでは確認します。ロト7キャリーオーバーが10億出てるから1等該当なしか、今回。ってことは、かなり難しいかな。1等該当なしで2等が10口で大体740万か。まあ、とりあえず、結果を見たいと思います。今回購入してるからな。めっちゃ緊張するけど。それでは、確認します。よっしゃ。来い。あ、17、19、20、26、29。ああ、今回全然あかんか。今回は全然あかんな。13、17、19。10番台3つ出てるけど、ずれてるな。1つ違いでずれてる。ちょっと待って。一つずつずれてるやんか いやー、今回は全然あかんかった。ただ、数字の、並びというか、見たら、まあ、全然あかんかってんけど、ある意味当たってるって言ったらおかしいけど、10番台多く出るんじゃないかなって思ったら、案の定10番台が多く出た。いやー、もうちょっとやな。一つずつずれてるもんな。あと桁違いと。いや、悔しいな。次のロト7どんな感じやろうな。あ、30番台が全く出てないな、今回。だから来週30番台出るかどうか。まあ頑張って。ロトセブン。ロトセブンは日曜か。日曜頑張って予想したいと思います。見ていただけたらありがたいです。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。